はい、レオンチャンネルです。この間さ、模型ショー行った時に、キャビコさんブースに寄ったんだけど、ちょいプラの。なんか色々気になるアイテムがあって、ちょっとみかんカッパとボトムズ以外も買ってみようと思っていくつか買いましたので、どういうものかっていうと、だいたい1000円、下手したら1000円切るぐらい。大河原先生のイグザイン僕これ700円で買ったんだけど、それくらいで買えるミニプラキットっていうキャビコさんから出てるちょいプラシリーズっていうのがあって、そもそもこれ、みかんカッパで僕、ソフビが買えなかった時に、ちょいプラシリーズから出てて、それを買って、で、今もう間もなくね、みかんカッパのアップグレードキットのメカみかんカッパみたいなやつが出るんだけど、それ以外にもボトムズ関連が出てて、これがね、実は一番気に入ってるっていう。これすごくない？これね、1500、600円とかだったかな。まあ、サイズ的には、ほんとちょいプラだから、トレーディングカードと比べるとこれくらいで、高さで5センチぐらいですかね。キットとしてのパーツ精度とかが異常に良くって、で、追加の、アップグレードキットみたいなやつも、ボトムズだと出てるんだっけ？だいたい単色か色分けがあっても2色ぐらいなんだけど、パキッとしたパーツで作られてる上に、例えばこれスコープドッグ、ここね、ほら、稼働するんすよ。で、ここも稼働するし、さすがにキリコは入ってないけど、あとね、この部分とかもパカッと開いて座席があったりとか、ちょいプラっていうのがありつつ、で、そこでね、接客というか解説された際に、イグザインの説明を受けて、大河原邦夫先生が、このちょいプラ用なのかな？デザインされたオリジナルロボが、ちょいプラで変えたりとか、このさ、まあ、大河原先生といえばね、ガンダムとかザクとか、あとまあ、勇者ロボっすよね。白単色かな？あとね、稼働盆栽っていうのが異常に気になって、何稼働盆栽って、買ったのと、エオスシリーズが人気っていうのは前々から知ってて、であればやっぱり1体ぐらいは作っておかなきゃなと思い買いました。確かこれが1000円で、これ1100円に300円、1200、300円だったかな。で、こっち700円とかで買いました。ボトムズ確か1500、600円で買った覚えがあります。稼働盆栽めちゃくちゃ気になってて、こんな風にランナーが3つ入ってて、だから多分作るのは、ボトムズクラスで20分ぐらいだったかな。これだったら、例えば稼働盆栽ならもうパーツ数こんな感じなので、あっという間に作れそう。ここに説明書がありますので、もうナンバーも書いてあって、この通りに作っていけば OK で、タッチゲートではありませんから、ニッパーで切りつつ、で、はい、切り出したら、軸を刺しつつ、これで、器部分か。木の幹を刺して、あとはクリアパーツ。この乳白のこれを刺したら、要はこの穴が大きく開いてる方を前面に来るようにして、もうこれで終わりじゃん。で、その大きく開いてるところに他の軸をはめ、この軸3つにそのまま刺せばいいのか。あ、もう。はい、盆栽。はい、こっちも刺さり、結構固め。で、もう最後だ。いや、早っ！グッと。ここ硬いね。角度微妙に調整して、稼働盆栽が完成しました。5分かかんないぐらいかな。これが稼働盆栽か。めちゃくちゃ作りやすいっていうか、パーツ数がそもそも少ないんだ。稼働盆栽これ、誰が考えたんだろう。面白。しかもね、稼働盆栽、要は稼働するから、これめっちゃ人気で、アマゾン、キャビコ関連はね、アマゾンで一通り買えるんだけど、これだけプライム発送になってませんでしたね。盆栽っぽくするもよし、自分の思うね。まあ、盆栽自体が結構いろんなシルエットのものが多いと思いますので、自分の思う通りの盆栽の形状にすることができると。まあ、ちょいプラだから大体サイズ感としては同じですね。でも今回成型色いいな。じゃあ次はさ、イグザイン作ろう。これは、さらにめちゃ簡単そう。もう成型色が、一色だね。単色で、でも岡原先生のさ、オリジナルロボのキットが、数百円で買える上に、あっという間に組めることを考えたら、だいぶ良くない？見るまでもないと思うけど、一応説明書。ここに、ここにありますね。とはいえもう、出来上がってるものなので、こうした方がいいか。こうして、手足つけてから、最後。あ、なんか、昔の旧キットの、超、造形いい版みたいな。はい、これでイグザイン完成しました。3分ぐらいかな。切り出しをゆっくりしても、まあ、5分以内には、よっぽど完成するかなと。ゲート跡をね、もう少し綺麗にカットする必要はありますが、造形すごいね。ほんとパッキパキ。後ろは一部ね、肉抜きもありますが、背面までハイディティールになってて、首こそ動きませんけど、要は、組み立ての関係で手足は問題なく動くと。これ今 Amazon で700円ぐらいで買えますので、色白のみかな。イベントだと別の色もあったような気もしますが、これなんかグレーとか、もともとが白で角とかがイエローなんだ。これすごくない？モビルスーツ寄りでありながら若干勇者ロボっぽいフェイスになってて、雰囲気もあって、かっこいいっすよね。すごい、3つプラキット買って、とりあえず2つ作った時点でまだ10分かかってないっていう。このお手軽さ。エオスめちゃくちゃいろんな色あるんですよね。ブラックを買ってみた。これ Amazon で1100円とかだったかな。あ、クリアパーツ使ってるんだ。ランナーがいっぱいあるように見えますが、パーツ自体はそんなに多くありませんので、すぐ作り終えそうかな。こんな風に、あ、尻尾になってんだ。で、3点で立つのか。まず頭部ね。バイザー的なパーツ。ツインテールか。これを両側から。あ、もういきなり可愛いな。先に足作るんだ。両方かぶせつつ。で、こっからつま先。このシルエットかっこいいね。やっぱ作ると、造形の面白さがわかるな。これではまったら、あ、こんなヒールがあるんだ。要はパーツ分けされてるから、まあ、塗りたい人は塗ってね、みたいなね。わあ、すげえ。可動も入ってるわけね。ちょっと固めだけど。足をなんで先に作ったかっていうと、ここにはめるためね。で、腕軸はめたら、これで胴体なんだ。へえ。首ももうつけちゃって、あと腕か。もうその前に尻尾いくか。これで3点立ちと。なるほどね。自立 OK なわけだ。で、腕は3つ。3つのパーツで、はい、これで右腕、ヒンジでちゃんと稼働する。エオスはね、細いんで慎重に作る必要がある。組み立ては簡単。腕のところはね、軸とか特に硬くなく、はい、これで完成しました。すげえ。なんかワンフェスとかデザフェスとかで売ってる超こだわりデザインキットみたいな、デザイナーキットみたいな、そんなやつだ。このエオスシリーズが色々カラバリが出てて、めちゃくちゃ確か人気なんすよね。ただシンプルに組み立てると、一応クリアパーツとブラックで、まあ、2色成形って言っていいのかなの色分けなんだけど、こっから自分で白とか金とか塗装することで、こんなようなロボフィギュアになると。これでも可動がね、足のここ、まあ、根元から一応動くのと、膝と肘とか、あと、軸稼働とかも入ってるので、で、ツインテールも稼働するし、結構動く箇所ありますね。でも振り幅がすごい。これくらい、もう遊び心全開のものもあれば、こんなエオスみたいな高精細なものもあり、旧キットを小さくしたようなロボプラモデルもありで、今までちょいプラはボトムズとみかんちゃんしか持ってなかったけど、いろいろ作ると方向性が全然違うことが、よくわかりましたね。でも改めてね、どれもパーツ精度が非常に高くって、すごいかっちりはまりますので作りやすいと思います。まあ、今回はほんと数種類しか紹介しなかったけど、びっくりするぐらいラインナップ充実しておりますので、その辺もぜひ確認してもらえればなと思います。以上、レオンチャンネルでした。やっぱボトムズ、てかスコープドッグいいね。